人ご着座、伊予部殿、柿崎殿は本陣に入られご着座めされたし、上杉の軍旗、美の旗を先頭に入陣いたしますのは上杉軍団の重臣、伊予部尻の新勝馬が、続きまして越後第一の猛将、柿崎泉の神影家であります。中軍ご着と、本庄殿、鬼小島殿は本陣に入られご着座めされ。中軍を務めますのは豪快かつ緻密、戦術に優れた本庄越前の神重長、猛将第一と称せられた鬼小島弥太郎であります。敵じゃ、鳩備えご着と、直江殿、柴田殿、松江殿は本陣に入られご着座めされ。後備えには才干優れ、実戦にも多大な功を挙げた戦奉行、直江大和の神忠次、自由に優れた柴田稲葉の神春長、上杉軍団の女武将松江が続きます。懲戒御坊、ご入陣されたし。懲戒御坊は春日山城本丸下に位置し、毘沙門堂、護摩堂並びに大乗寺住職として常に献身行